僕らのトーク。僕らのトークとは、2本のマイクの前で歌いながら語り合う、音楽とトークが融合した新ジャンルの歌い語りライブのことです。歌い語り合うテーマは、事前にお客さんに書いていただいたアンケートに基づき、芸人がその場でアドリブで歌い上げます。なお、流れる曲はギタリストのシマッシュレコード島田、そしてドラマーのビスケッティ岩橋が、そのアンケートのテーマをその場でイメージしたもので奏で上げます。さんからいただきました。佐久間さんのギャグの中でぜひ譲ってほしいと思うのはどんなギャグですか？次佐久間さん出ますからね。すごいですね。これはめぐみさんいらっしゃいますでしょうか？ね、いろいろギャグいっぱい持ってらっしゃいますからね。佐久間さん、遠山さん、次遠山さんなんですか？遠山さんが佐久間さんのギャグの中でっていうのが聞けるのかと思います。続いて歌い語りしていただくのは佐久間一之、そしてグランジ遠山による歌い語りです。どうぞ。ギャグの中でぜひ譲ってほしいと思うのはどんなギャグですか？ちょっといきます。じゃあすいません。ではいきます。俺の中からギャグを一つだけ
しいのか、みんなもよろしいのか。いくつもギャグをあんたの見ている俺からしたら、どんなギャグも欲しいに決まってる。俺見た目普通だからギャグなんて全然ない。そこがコンプレックス、コンプレックス、コンプレックス、コンプレックス。何でも欲しい、何でも欲しい、あとはあんたに委ねるぜ。代表ギャグをあげよう。代表ギャグ、ここ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 関節大集合。ここ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 関節大集合。もっと振り幅を出して、ここここ大集合。いや、今回はありがとうございました。ちょっと初参戦でどうなるかと思ったんですけども、やっぱりね、音楽があるだけで楽しいし、何より、グランジョ遠山とこんなに波長が合うんだなと思って、これもぜひまた出たいです。また次回もよろしくお願いします。伝われ。永井雄一郎チャンネル登録してね。登録しないと許さないっつ。